ちは。こんにちは。はい、ということで前回の動画で、はい、まあ打たれたバッターはなんか非常に最初に打たれるとカモになる、はい、なんかこう印象残ってるバッター3人挙げるとしたら誰、はい、最初に残ったのはやっぱ掛布さんでしたね。掛布さんのスイングの速さにはびっくりしましたね。でも掛布さんって俺ら見てて、はい、インサイド弱いなっていうような、うん、そんな感じがしたんだよね、うん、ただ甲子園でこう流すから、流してホームラン狙いに行くからそういうイメージがあったんだけど、うん、投げてるピッチャーからしたらインサイドっていうのはどうだったの掛布さんって。やっぱどのバッターもやっぱり速いボールでインサイドってそう打てないでしょ。それはね、速いピッチャーのね、イグサだよ、基本インサイド入ったら外押せたまじゃないですか基本は。あ、まあ、それは嫌だよね、一番嫌だよね。やっぱ掛布さんに打たれたの。打たれたし、もう抑えたしって、まあ、全力で投げる、全力で振ってくるっていうね、うん、それによってファンがね、喜んでましたから、ね、あ、そういう勝負の楽しさもあった、ということだね、なるほどね、他にはそんなことを感じたバッターっていないの。そうです、やっぱ原さんかな、やっぱりドラゴンズのエースとジャイアンツの4番でしたからね、なるほどね、やっぱそういうプライドがあって、だから一番最初にホームラン打たれましたから、なるほど、それもずっとやっぱり頭残ってますからね。でもさ、そういうバッターに対して打たれたボールをまた勝負しに行くっていうことは考えてたの。それはありますよ、やっぱり。もう全部まっすぐでいってやるみたいな、そういうのは考えてた。それ思ったのが最初思ったのは王さんです。王さんでしたね。ああ、そう、王さんなんか神様みたいにしてるじゃないですか、いや、ぶつけらんないもんね、年長から中学2年までね、巨人がずっと優勝してるわけですよ、物心ついたら9連覇なんですよね。で49よく覚えてんな、年長から中学までって中学なんか中学3年の時に中日が優勝したんですよ。ほう、ええ、で、あ、他のチーム優勝できるのかと思ったんですよね。ええ、もう巨人ファンだったんですけども。俺もそうだよ、ええ、で王さんの話回さんって別格じゃないですか。別格。その人に後楽園球場で初めて投げたんですよ。痺れた。痺れましたね、もう嬉しくて、子供の頃から憧れた人がね、もう目の前でこうやって当たったってわけですよ。ちょっと途中で止めたくならなかった一本足をこうやって見るのに。いや、もう全然もうこれはもうその時キャッチャーがキマさんだったんですけど、もう全部まっすぐ行きましたね。キマさんに言われたの。言われて言わないですけど、キマさんもまだその頃まだ2年目ですから、スピード一番自信になる時ですから、もうまっすぐ行けって感じですよね。で、他のサインは出なかった。出なかったです。で、どうだったの結果は。結果はね、サードゴロトンネルしましたね。サードゴロ。サードゴロからショートですね。王さんが流したの。いや、王シフトじゃないですか、あの時。いや、王シフトだけど、王さんがそっち打った。やっぱり早かったからあっち行ったんじゃないですか。遅れたの。で、ギャレットっていうちょいちょい自慢こう挟んでくるよね。それで、で当時ギャレットっていう外国人がいたんですけども、ショート、オーシフトでサードはショートも持ってたんです。そうだね、それでトンネルしましたね。びっくりしたんだね、なんか。巨人に入ったら対戦できなかったわけじゃない、だそういう面では巨人の投手は ON と対戦してないから不幸だって言うんだよね。それは感じたことある。やっぱりいいバッターいるじゃない、巨人って、昔から。そうですね、だってギリギリ王さんとも対戦できてるわけだね。長嶋さんも監督やってましたから、まあそうだね、でも1位がすごいと思ったのが、嫌だったと思ったのが掛布さん。掛布さんですね。2番目は、2番目はね、衣笠さんもスイングすごかったですね。そうだね、衣笠さんも対戦するの嫌じゃない。フルスイングですからね。いや、ぶつけらんないなとか思った。あの人、少々ぶつけても大丈夫じゃないですか。でも、デッドボールほとんどなかったら気がするんですよ。いや、でもさ、150キロ投げてて、やっぱり自分でも速いと思うわけでしょ。それ、バッターに当たりどころ悪かったら、ちょっとやばいぞと思う時ってなかった。あんまりそんな遠慮なかった。ありましたけども、あの頃はそう遠慮ないじゃないですか。まあ確かにな、星野さんも行けって言ってるしな。ちょっとこの辺行くとバッターがやっぱり腰すごい引けるの分かるんですよね。あ、そりゃそうだよ。いっぺん広島戦で1回に2人行ったことあるんですよ。吉彦さんだったかな、1回ボーンと行って、で木下さんもここ行ったんですよ。あとみんな腰が引けちゃって、
軽く完璧したことあったんですけどね。いやいや、それはね、150キロ当たったらやばいと思う、やっぱ次の日からちょっとゲーム当分休まなきゃいかんかなとかやっぱ考えるよね。考えるいうか、まあ、ここ投げるのも技術じゃないですか、まあ確かに、ね、当てないよね。いや確かに確かに、今のピッチャーほとんどないじゃないですか。あんまりいかないね、で、誰キウガさんでいいの、じゃあ3人の3人ベスト3を上げるとしたら、まあ、確実な鉄板であるよね、で2番目はキヌガさん、外国人も入れてるでしょ。いや入れてもいい。やっぱ バスですかね。バス打たれた、打たれましたね。やっぱりホームランの印象がある、それともいいところで打たれた印象がある。打たれましたね、やっぱね。打たれたんだ。バスってベースからすぐ離れてるよね。離れてるじゃないですか。それで外が届かないと思って投げると踏み込んできて簡単にポーンと打って浜風を持ってホームランじゃないですか。だからインサート投げると今度開いて打ったりとかするじゃないですか。だから阪神戦苦手だったの。いやそんなことないです。阪神一番勝ってるんですけどね。でもこのその2人が入ってるっていうのはどうなの、やっぱりバッターとしてもすごいじゃないですか。60年あそうか、ピッチャーがあんまり良くなかったら打ってくれたらね、今2人でいいの。じゃあ掛布さんとバース。そうですね。んで3人目は3人目ですか。パトリック、いや高木豊さんですね。嘘つけ、絶対嘘だわ。前回の動画で俺一言も絡みもしなくてよう言うわ。いやいいよそんなところで出してもらって、嬉しくもなんともないわ。みんな冗談だろうとか思うから。誰そうですね、よく打たれたのは。でもさ、タツオのこう投げてるボールで、まあ、ホームランっていうのが残るのか、でもアベレージヒッターがやっぱこう嫌だったのか、やっぱホームランバッターの方が嫌だった。ホームランやっぱりホームランスイングの速い選手ですね。あ一歩間違えばっていうのありましたしね。あなるほど、まあ、ちょっと当ててくるバッターはシングルしかないじゃないですか。あ、山本浩二さんとかどうだった。山本浩二さんはそうでもなかった。そうでもないことはないんですけど、いやそれはやっぱすごいバッターだからね。すごいバッターですけど、でもマウンドに立っててそんなには意識するようなバッターではなかったという、まあ、意識はもちろんもちろんあるんですけどね。でも嫌ではなかったという、まあどっちかというとそう、まあそうかな、じゃあ誰なんだろうな、もう一人ですか、ポンセとか。ポンセ、なんだそうだな。レオンによく打たれましたしね。レオン、外国人嫌いなの。嫌いですね。なんでレオンとパチョリックがすごい印象残ってるんですよ。ああそう、だバースでしょ、外国人嫌なんだ。レオン外国人やっぱり当時ってさ150キロ投げるピッチャーって本当に少なかったし、外国人ってやっぱ速いピッチャーが結構得意というか慣れてるというかね、だからそういう面で打たれたのかな。レオンに打たれましたね。よくゴーンって言って宇宙間持ってた、ね、そう、引っ張ることは苦手だったな、あのバッターは。いっぺん横浜球場で、バッティング練習見てたんですよ、牛島と土野江さんと、その日土野江さん先発なんですよ、でレオンのバッティング見てて場外ボンボン出るんですよ、こんなのピッチャーが投げたらたまらんなって言ったんですよ。覚えてるわ。だから土野江さんが行くかいですよね、ピッチャーやんな、ここボーンと当たってね、とてっぱないな、本当にあれ、そう言ってたんですよ、その試合前に。あそしたらモンドルがやってね、でベンチ帰って投げましたからね、どの辺さん投げたよ、あれ牛島だったら飛んでってますよ。いや飛んでるよ、どの辺さんだから大丈夫だったんです。まあそうだね、だってもう3日ぐらいだったらここもう真っ黒でしたね。まあそりゃそうだよ、あのライナーだもん、でも当時は投げるからね、それでもね、投げたで、レオンでいいのじゃん、まあ、嫌なバッターだったらレオンできました。じゃあ掛布さん、バース、レオン、これでいいの。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。じゃあ逆にさ、このバッター目つぶっても抑えられるなっていうのは一人だけ教えて。いや池山がね、ほとんど抑えてましたよね。ああそうなんだ、抑えてたんですよ、ほとんど打たれてなかったんですよ、ところがある年を境に反対カモンされたことがありました。それはなんで自分の力が落ちたの、それとも成長なの、向こうの癖ですね。癖あった、ね、投げる、多分癖しかない、野村さんになってからですね。
投げる癖は俺なかったけど走る癖はめちゃくちゃあったよね。いやいや俺がランナー出て摩擦を楽しようと思って、この癖が牽制でしょ、牽制の癖、ファースト見て入ったら絶対ホームなんだ。そうなんでこうやってサイン見て、こっち見なかったらランナーの見なかったら牽制なんで、いやだから楽勝だ、あ見た見た、よく走られましたからね、もうクイックもなかったし、あんまりしなかったね、まあバッターを抑えればいいと思ってたんで、まあセカンド行って抑えればいいやって感じでね、あんまり気にしてね投げても、そういうのあったんですよ。まあ今日は嫌なバッター、印象残るバッター、はい、掛布さん、バース、レオンですね、はい、だけど阪神戦も強かった、強かったですね、はい。